おはよう前橋駅から。時刻は8時19分を回りました。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香とあっしーこと関谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ皆さんが傘を差し始めました。はい、大変だ。傘差してますね。差し始めましたね。ちょっとパラパラ降ってきたのではないでしょうか、はいね、そして観覧の方の中にはね、あの学生さんがいらっしゃるということで、うん、夏休みもあと残り少しだね。ねえ、足なんか毎日が夏休みですけどね。本当に年中無休で、年中無休の夏休み、はい、古戦じいちゃんもそんなこと言ってたな。年中無休なのに休みっていうね、ちょっと謎の本当だ、変な言葉になってますけど。はい、そうね、まあね、残り夏休み少ないということなのでね、うん、皆さんね、楽しい夏休み過ごしてください、はい、では今日のメールのテーマお願いします。今日のテーマはこんな夢見たことあります。さあ、はい、絶対なんかへんてこな夢見てそうですけど、勝手に人の夢を決めないでください。いやいや、なんか夢までへんてこなもの見てそうですもん、はい、そんなことないです。あの夢は、でもこんなこと言ったら変だと思いますけど、うん、夢は見るもんじゃなくて叶えるもんなんですよ。うえ、かゆいかゆいよ、みんな。皆さん今ちょっとしたよ。いやいや、間違いないと思います。ほら、体の人叶えてなんぼですから、夢は。もう見ない、見ない、もう叶える、叶えるものものですよ。叶えましたか。叶ってないですけど、あの現在進行形で夢に向かってますけど、頑張ってる最中で。そうですね、まあ、でも夢見ない、うん、見ないっていうか覚えてないんですよね。覚えてない派ですか。うん、だからもうなんか見てないのか覚えてないのか、うん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 、なんか怖い夢で起きたとかないんですよ。普通に寝て、ああもうよく寝たなっていうので、うん、あんまり夢見とか眠りが深いんですかね。あ、そう、なんか深いね、眠りの時に見るなんて言われてますけど、浅い眠りの時じゃない、あれ深い眠り、深い眠り、そうそう。ただ夢っていうのは毎日見てるんですって、人間。見てない、見てない、毎日見てるけど、それをやっぱり覚えてるか覚えてないかによるんですって。だから朝毎日見てるんですよね。いやいや、毎日見てない。覚えてないってか見てないんですよ。じゃあ結構記憶に残ってるこういう夢っていうのはないですか。ないですね。なんか女の人が UFO から来るとか、そういう夢とかも。それはないかな。でもまあ子供の頃とかはなんかトイレに行く夢見て、うんうんうん、起きたらちょっと大変なことになってるみたいな。実際に起きちゃったんですね。そう、あ、夢の中だったけど実際もだみたいなのはありますけど。アニメみたい。いや、でも子供の頃ないですか。絶対あると思うんです。ラジオネームね、深谷から来ましたさんもね、うん、お手洗いについてなんですけど、はい、あの20年くらい前のことですが、うん、病院に入院していた頃です、はい、なんか夜中にトイレに行きたくなり、うん、でもなんか眠くてうる覚えなんですが、うん、上半身のない下半身だけの人が廊下を通り過ぎていったのはよく覚えていて、怖くてなかなかトイレに行けなかったが、結局我慢ができなくてトイレに行きましたという、うん、それ現実の、あ、現実っていうことか。どっち、トイレに行ったのは夢の中でですか。トイレに行ったのは夢の中で行ったってこと。あ、現実でちゃんと行けたってことね。誰と会話してるんですか。ちょっとラジオ越しに会話してるんですか。観覧に来てくれてるから、今日ありがとうございます。余談ですが、現実の夢はミュージシャンでしたと。ああ、いい、そういう、そっちの夢聞きたいですね。なるほどね、いいですね、うん、ただトイレに夢って結構見る方多いんですけど、うん、こうお手洗いでこうちゃんと出す夢っていうのは、はい、不安に思うこととか問題がすっきりなくなるっていうね。へー、そういう前兆なんですって。いや、でもそれでだって出ちゃう時あるもん。だからアシさんは出ちゃったから、そう、トイレ行きたいって思ってって寝ちゃうと、うん、それが夢に出てきて、夢の中では現実だと思うじゃないですか。用を足して朝起きると、あ、やっちまったって。クレヨンしんちゃんみたいな世界。いや、絶対あると思うけどな、俺。ラジオネーム水星石のマスターさん、はい、知らないおばさんにペロペロ目をひたすら舐められるホラーな夢を見ました。
何それ。どんな夢ですか。まさ夢にならないように気をつけていますと。ならないじゃないですか。なかなか知らないおばさんにペロペロ目をなべられる。そんなシチュエーションあります。ちょっと調べてみたんですけど、はい、そのおばさんの夢を見るのはなんかね、誰かに助けてほしい、そう、頼れる存在を求めているっていう証拠なんですって。なるほど。で、舐められる夢を見るっていうのはコンプレックスに対してやっぱ嫌悪感を抱いていたりとか。そんなあれが出てくるんですか。夢診断みたいなのですか。そう、私ね、夢を見ると必ず調べる夢占いっていうのがあって。へえ。必ず調べます。逆にあーちゃんの夢も聞きたいですよ。でも私なんだろう、本当結構普通の夢ですけど、小さい頃に見た夢の中では、あ、トイレ行くやつ。違う、それは違う。トイレ行くやつじゃないですか。手漏らしちゃうみたいな、うん、朝みたいなことしないですよ。赤い洋服を着た人で、髪の長い人が自分のお家の中に入ってくるんですけど、うん、UFO から降りてくるっていう、そういう夢なんだ。それはなんか夢解析はどうなった。UFO が出てくるやつは小さい頃だったんで、その時はまだ夢占いっていう機会なかったんですよ。うん、今だって、今だったら調べる。そうか、今調べればよかった。いや、そこ調べてよ。人の夢を詮索してるわけじゃないよ。自分のさ、夢をちょっと分析してするべきでしょ。確かに。赤い服を着てる人はやっぱり派手目立ちたがり屋の人で、長い女性が出てくるっていうのはちょっともう身長高くなりたい人で、あやの願望じゃん、そんなの。そういう意味じゃないですかね。違います、絶対違います。違いますか、はい。ラジオネームアレルヤハレルヤさん、はい、おはからおはから。僕は蛇が大嫌いなんだけど、テレビで白い蛇が出ていて、いつもならチャンネルを変えちゃうんだけど、白い蛇は縁起がいいと聞いたことがあったので、うん、見ていたらその日の夜の夢に白い蛇が出てきて、怖さでうなされて目覚めてしまいました。夢の中でも蛇は怖い存在なのでしたと。へえ。やっぱその日に見たものって案外出てきたりしますよね。あ、それはある。あ、思い出した、ありました。何かありました。昔工場で働いてた時に、はいはい、12時間勤務とかやってたんですよ。へえ。8時から8時、はいはい、昼もやったし夜もやったんですけど、すげえ働いた日って、うん、働いたその夢を見るんですよ。仕事の続きを。仕事の続きを。だから仕事やって寝るじゃないですか、はい、また仕事の夢を見るじゃないですか、うん、朝起きるじゃないですか、うん、ずっと働いてるの。全然休めない。あれさっきの夢かよっていう。お、また仕事だっていう。せかせかしてるんでしょうね。確かにその日にずっとやったことは夢に出てくることあるわ、まあ、うん、私も結構そういうのありますよね。全然や疲れが取れない。やっぱ多分明日も早く起きなきゃとか、はい、頭の中でやっぱ考えてるんでしょうね、ちゃんとね。あ、確かに。やっぱヘビっていうね、すごくよくて、特に白いヘビすごくいいらしくて、はい、なんかね、知恵とか生命力などを示す直感に優れていて、もうね、すごい伸びしろの時期なんですって。白いヘビだけに伸びしろってことですか。そういうつもりでよ。すごく絶好調の時らしいですよ。金運とかもいい。なんかヘビって金運がいいイメージがあるから、ヘビが出てきたら宝くじ買いこうかなと思います。出てきたことあります。ないです。今んとこないですけど。あと、アシスさん、こういうのありません？全く関係のないっていうか、例えばクラスの男子、うん、クラスの女子とか、それで全くなんか好意も持ってもないのに、うん、その人のことが夢に出てきちゃって、はい、次の日どうしてもその人のことを意識してしまうみたいな。ないよ。それ女子だけじゃないですか。嘘、結構こういうのあるって聞きますよ。それはあれじゃない、枕の下にその人の写真が入ってたとか。いやだー、それは完全好意あるし、ちょっとストーカーですよ。そんなの誰かが入れてる、本人がさ、あーちゃんの夢でよーって写真を入れて、次の日ちょっと意識しちゃってるパターンじゃないですか。あーしたそういうことやってるんですね。やってますよ。忍び、忍び、あ、なんだっけ、英語のなんだっけ、忍びやっと。そういうのないかな、なんか夢に出てきた人のことをちょっと意識しちゃったりとか。あ、私一度だけ経験があって、中学生の頃に。誰ですか、名前。全く名前は出さないですけど、本当にどか好きとか思ったこともない方のことを夢出てきて、その次の日ちょっと意識しちゃって。なんか話したんですか。いや、何も。なんで絶対。でも忘れちゃうんですよ、その日一日だけなんですよ。いや、近くうろうろした方がいいですよ。これは何かのあれかもしれない、前兆かもしれない。前兆。
はい、皆さんこういったようにね、たくさん夢についてメールをいただきたいなと思います、はい、ラジオネームひーくんちゃんはね、うん、やっぱりすぐ忘れちゃうので思い出せないとかね、いただいています。不登校塾講師さんからは、あーちゃんとデートをする夢を見たことがありますという内容のメールは何通来ていますかと、はい、はい、一個も来てません。おかしい、これはおかしいです。ちょっとみんなのあーちゃん夢エピソードを送ってほしいですよ。悲しいからぜひ夢を見てください。送ってください。時刻は8時29分を回ります。県内のニュースです。おはよう、前橋から。8時46分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とアッシーこと清清です。あー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日のメールのテーマお願いします。今日のテーマはこんな夢見たことあります。ラジオネームパパラッチオさんからです。はい、おはようございます。おはようございます。この夢を見たのは僕がまだ高校2年生の時だったのですが、うん、今でもとても印象に残っている夢、うん、くだらないと思われるかもしれませんが、人気女優の石原さとみさんと銀座でデートをするという夢です。あら、いい夢ですね。なんて幸せな夢ですか。DVD 出してほしい。DVD その夢の DVD 出してほしいよ。ちょっと待って、笑わせる。石原さんと二人で高級料理店でご飯を食べたり、うん、ショッピングをしたりと、現実世界では絶対に味わえない本当に最高の夢でした。そしてこれは余談ですが、この夢を見てから3年後、実際に本物の石原さとみさんに2回ほどお会いすることができました。すごい。実際に石原さんにお会いした時、この夢のことを思い出し、なんか縁みたいなものを勝手に感じてしまいましたと。そんな簡単に会える人ではないですよね。絶対にないですよ。どういうことですか。ねえ、運命。何、秘密の会合かな。秘密の会合。どうやって会ったの。たまたま会ったのかな。ロケしてたとかかな。ねえ、多分ロケとかでなんかあったんですかね。だってじゃないと分かんない。ねえ、なかなか。でもお二人がもしも運命だとしたら、はい、私たちもパパラッチオさんとね、こうやってつながってるわけですから、リスナーとして会わせてもらいましょう。私たちも紹介してください。お願いします。ラジオネーム、さやか会のどんちゃんからいただいてます。おお、今日観覧に来てくれてる。ありがとうございます。あーちゃん、アッシーくん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんな夢見たことあります。うん、なんと宝くじ5億円当たった夢ですと。おめでとうございます。当たってない、当たってない。二人で喜ばないの、喜ばないの。びっくりしたり喜んだり、欲しかったスーパーカーの、ランボルギーニ。おう。ミューラー P400 で言い方で合ってるかな。を8000万円で買ったり。安い買い物ですね。豪華当たってるのに、知り合いに100万円ずつお小遣いをあげたり、欲しい、ください。ぜひなんかお墓のタオル作ってください。お願いします。何のグッズもなくて目が覚めてすごくがっかりしましたと。そうだね。もう一回寝たくなるよね。なりますよね。あれみたいな、落語の芝浜みたいにね。財布拾ったのは夢だよって言って、あ、夢だったのかって。宝くじをね、当たる夢を見るっていうのは、やはりこうお金とか物への執着心の表れなんですって。執着しすぎですよ。でね、あれも欲しい、これも欲しい、愛よりお金だという人なんですって。あ、そうなんですか。愛は足りてるということですか。そういう目で見ちゃうな。多分1回限りなのにね。ラジオネーム影森重政、はい、影森クッキーさんからです。あれ、フルネームで呼んじゃった。はい、富岡の影森クッキーさんからです。はい、あーちゃん、あっしさん、おはから、おはから、こんな夢見たことがあります。はい、関あっしさんと2人で舞台に立って、うん、ダブル人間紙芝居で大爆笑を取り、あら、さらに
ファンとのオフ会で今はやめてしまった髪の毛アートを全員にするというものすごい夢でしたと。ああいい夢ですね。2人でコンビ組んだんですね。でもこれは意外とありそう、ありがち、うーん、叶いそうな気がする。叶いそうですよね、確かに。2人でやるのは全然できるし、あなたも髪の毛切るのはそのお客さんの承諾さえいれば。やだ、そこにいたら全部切られちゃうんでしょ。やりたいんですよ。夢はやっぱ高校野球の野球部員で何回戦まで行けなかったらもう全員サングラスにするみたいな、うん、負けてしまった、あーはい並んでやべーって、はい、この髪型で1年間頑張って来年は悔しさをバネにってやる。高速違反で校長に怒られます。そういう YouTube をアップしたい。ラジオネームを天候ちょちょりんさんから来ています。天候ちょちょりんさん、おーありがとう、今日来てくれてる。私のつけたニックネームにしてくださったんです、ね、毎週変わりますよね。毎週変えちゃってすいません。夢です。はい、アッシュのお笑いライブに行ったら、うん、観客が私一人という夢を見ました。あらいい夢ですね。結構でもありますよ、お笑いの世界ってお客さん2人とか結構あるんです。これ夢じゃなくて実際ですよね。実際いやいや、もう芸人じゃないし、もう芸人辞めたんですから。ラジオネームトゥーパンプスさん、はい、今の持病の原因になったと思われる熱中症で倒れた時のお話ですと、うん、はい、意識が朦朧とする中でうつむいていたら目の前に空からキラキラ金粉のようなものが舞い降りてきました。お、顔を上げると周りの景色が一変していて綺麗なお花畑に一人で立っていました。やばいじゃない。目の前には小川が流れていて小さな橋の向こう側には亡くなったはずの人たちが立っていて私に手を振っていました。よく見ると私に手を振っているのではなくて向こうに行けと私を追い払っていたのと、はい、私はそれを見た瞬間に目の前が真っ暗になって気づいたら病院のベッドにいたんですって。今でもリアルに覚えてる夢ですが、この話をしたら意識不明になって命の危険があった人に共通する話だそうです。そういうことです。あの世のサンズの川ですか。そう、経験したんですって。へー、待って、ラジオネームハワイのママちゃんもね、はい、いとこが亡くなり彼女がキラキラ綺麗なお花畑でママを呼んでる夢を見てからと、うん、テレビでこれが天国ですと、あの夢と同じでしたと、ママもあの世から帰る経験をしたので信じるわと。へー、そう、私の実は親戚のおばさんもちょっと意識不明になってしまって、うん、でも戻ってきたんですけど本当にこういう夢を見たって。川があってって、でもおじいちゃんがこっち来るなこっち来るなって言ってたって、うん、ね、だからこういう夢もあるんですよね。何ワクワクしてるんですか。いやだって実際に経験できないじゃないですか。変なワクワクというかワクワクじゃないけど。へー、もうやだな、怖いねえ。それを渡ってしまったらということですよね。俺でも渡っちゃいそうだもんだって。あーっつって。ね、渡りそうですよね。つって。そのパターンあるの、渡って帰ってこれない。あーしまったー。渡るんじゃなかったーってなりそうなもん。なんとかしてでも泳いで帰ってきそうですけど。いやーやだな。ラジオネームさけちゃんですね。はい。アシ君なら会場爆笑と冠番組持ってるとか、うん、CM はやっぱり冷蔵庫と。なんで冷蔵庫なんですか。僕より早く冷やしますみたいな。どういうことや。イソヒはいつもの小学生体型の仮の姿から170センチでグラマー体型の本当の自分に、でも朝の伊勢崎から前橋の無人車両はもはや都市伝説なんていただいています。全く訴えようね私たち。いや、さけちゃんのこと待ってますよ。今日来ないかな。先週なんかピピピピってね横通ってきましたからね。さけちゃんね、やっぱ最近夢見てないって。そうなんですか。夢見てるんです。人は毎日夢を見てるんです。はい、覚えてないだけなんです。寝てないかもしれないですね、さけちゃん。うん、ラジオネームルルちゃん、はい、仕事の夢をよく見ると、うん、例えば交通
通違反をして白バイに追いかけられる夢あとはトラックを運転していてブレーキを踏んでもブレーキが効かず止まれない夢、目が覚めると右足に力が入っているとかね、言ういただきました。ブレーキっていう夢っていうのは、はい、感情が高まっていて、はい、激しい心の高ぶりを意味して一時の感情で身近な人と喧嘩をしてしまう夢なんですって、気をつけてくださいルルちゃん。そうなんですね。あとねルルちゃんが余談ですがと、はい、どうやら私寝言をよく言うらしく、はいはい、その寝言にカッパハゲは話しかけて楽しんでるようです。寝言に話しかけるって良くないことだよねと。ああなんか良くないんですよね。そう寝言のねあとね回数が多くなっちゃうんですって。へえ。睡眠の質とかも悪くなっちゃうって。なんかなんだっけ起きなくなっちゃうみたいじゃなかったっけ。あでもあの世に行っちゃうっていう説もありますよね皆さんね。寝言に話しかけるとなんかあのヨガみたいな。じゃあ分かんないですけど隣同士で寝てる人同士が話してることなんですか寝言の会話になっちゃったらそれしょうがないですよね。ただのアホですそれは無意識にお互い喋っちゃうみたいなアーシさんやりそうなんだよなラジオネームゴルゴ38さん、もう18年ぐらい前の話ですがサッカーをしてる夢を見ていて痛までは普通なのですが、当時自分は左膝の靭帯を伸ばすという怪我をしており、はい、夢の中で左足でボールを受けようとした瞬間、うん、左肘に激痛が走り痛ぇって言いながら真夜中に起きたのを今でも鮮明に覚えていますと。はぁ夢の中でも痛くてという。動いちゃうよね体が勝手にね。そうそうそう。赤城山大噴火さんはねボートに乗っていてそのまま滝に落ちる夢を見たなんていう夢だ。富岡のアリオンさん空を飛ぶ夢で上空からの風景を覚えていると、うん、そう幽体離脱してるのかなとか。幽体離脱あの二人どこ行ったんですかね。懐かしい高崎パパさんもね、はい、やっぱ空を飛ぶ夢を見たことがあるよと、うん、鳥のように飛ぶわけでもなく傘を広げて風を受けるとふんわりとね足が地面から離れるというね、変わった夢を見たことあるそうです、うんうんうん、そしてラジオネームゆきさんです、はい、僕はあーちゃんとデートをしたことのある夢を見たことがあるよって聞きました。あーそういうエピソード待ってたんですよ。ひとっちょさん一通来ましたどこ行ったんですか。何デートか気になるな。えどんなデートしてたんですか。私と気になる。今日観覧できてるから聞いてみたいと思います。ぜひぜひ。ねーはい、というわけで今日はね夢というついて夢をはいいただきました。メールありがとうございます。ありがとうございます。さあ明日はですね、はい、え焼きまんじゅう屋の田中屋さとしさんが お盆が終わりちょっと落ち着いたということで、はい、久しぶりに登場します。おあ元気かな。げっそり痩せてやってるかもしれない。痩せてるかな働きすぎちゃってテーマは、はい、久しぶりに行くので久しぶりに会いたい人食べたいもの行きたい行ったところというところで。なるほど。はい、久しぶりなんちゃらというテーマでお待ちしております。はい、ぜひ明日もよろしくお願いします。アシさん今日いかがでしたでしょうか。そうですね、まあなんか夢の話で昔ねちょっと粗相があったっていうのがあったんですけど久しぶりに今日夜やんないか心配ですね。そわそわしちゃいますね、はい、あと枕の、ね、中には写真入れないように気をつけてください。入れるあーちゃんの写真集入れてうん、ゾクゾクしてきます。本日の担当は磯日あゆかと関谷でした。また明日お会いしましょう。さようなら。バイバイ。